初めての道の駅です。これまあ大したことなさそうです。浅間山を眺めながらのひととき、長門牧場というところに来ました。来たことないです。初めてです。どんなところかちょっと行ってみます。おい、馬がいるね。あ、馬横になってるよ。本当だ。あ、これの、あ、なんか土の上で馬って横になるんだね。馬横になったら死んじゃうんじゃなかったっけ。ほらほら、お、これはピロシキです。まあ、あんパン、カレーパンの親戚みたいな、辛くない、ひき肉が多いよ。おお、あ、いいですよ、はい、すいません。はい、一番左側がチョリソで辛めになる。あ、そうなんですか、はい。こちらのソースですけど、ケーキにつけてみてください。はい、こちらです。はい、はい、はい、どうも、すいません。結構盛りたくさん、うん、結構ボリュームあるじゃないですか。あるね。これ、キャベツのスープ。ああ、ドイツでちゃんと食べた、これ。これちょっと苦手。アイスバイン、なんとかバインとか言われたね。すごいです。超豪華になりました。うん、美味しそう。では、いただきます。うん、美味しそう。母ちゃんはピロシキが大好きなんだそうです。知りませんでした。以上です。いただきます。にゃん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 。ソフトクリームです。長門牧場のソフトクリーム。アイスクリームコーナーがあったよ。二つ買わないで一個にしてる。お腹いっぱいなんだもん。どうですか、お味は。いい感じ。いい感じ。甘さ控えめだ。うん、美味しいですか。牛乳がそのままアイスになった感じ。本当、それはいいね。はい、じゃあ牧場の外をちょっと映してみます。あれ、ここは何も見えないじゃん。 あそこに何かいるな。あ、これなんか飛行機が飛んでる。あ、本当だ。これぐらいですか。あれ、今撮れたのかな。てか写真どころじゃないの。かちゃんと行くんです。はい、一言。以上です。以上です。こうでもしっくりかも。あ、分かった。おい、ミコに到着です。
女神湖の反対側に回ってきました。しなやかが見えてます。なんとか見えてます。だ画面だとなんか何が違うのかな。移動です。これまずいんじゃない？一言どうぞ。今日はアンビエントに来て、フミという日本料理を食べています。とても美味しいです。なんかゆっくりしてます。うーい、まるで黒部の吉兆のようです。以上です。美味しく食べてます。これはしゃぶしゃぶの準備中です。以上です。